題文語3に入ります。点 C は放物線二乗の点であり、そのエクザ比はマイナス3であります、まあ。とりあえず入れておきましょうか。えー、直線 AC が三角形 OAB の面積を2等分するときの A の値と直線 AC の式を求めなさい。求める過程を書きましなさい。 ちょっと難しいのは、この図の時に2等分してるとは限らないってことはねこれは例えばの話なんで,でちょっと書くの難しいけどまあそこら辺はあまり気にしないで書くようにしましょうまずこの直線 CA こういう直線がこの三角形 OAB の面積を2等分するこの図信じてやっちゃっていいかなもうちょっとこんくらいだと思うんだけどなどうなればいいかというとどうなればいいかというとねこの三角形を2等分するのでこの OB このちょうど中間を通れば このちょうど,ちょうど中側を取れば、この面積とこの面積一緒なので、二等分されますね。それが、えー、っと、最初の一歩です。で、OB の中点を通るようにすればいいということになります。で、OB の中点は、これは見ればわかる。OB、A、B の間が2.10です、A。X 座標は0と2の間なので、1。Y 座標は0と10の,10の間だから5。半分のね。だからここ1.5。これが、 と分かりますまずこれでいいかな。2等分数線。ここで引いてみよう。ちょっと C がずれちゃうけどいいや。まあ、こっちの図でここが C だとして、でこの X 線がマイナス3だったとしましょう、えー。求める確定も書きなさいですから、最低限のことは書いておかなければいけません。この場合は、線分 OB ね。線分 AB の中点を。 M とするってことと、まあ、名前付けた場合、その後の書きやすいんで、えー、あと M が、まあ、説明はいいでしょう。あのー、中点だから M は1.5。ここまで分かりました。こういうことは絶対に書いておいてください。で、ここからどうかです。ここからどう得か、えー。まず求めたいのはこの A の値。A の値を求めるためには、 えー、この通ってる点どっかね、例えば C の座標とかが分かれば、その点を入れてあげれば求められます。あるいは、この C の座標を A を使って表して、方程式を作って解く。そういうパターンも考えられます。で、もう一つは直線 AC の式を求めなさい。直線 AC の式、この式。これはもう求められます。えー、MA。直線 CA の式と直線 MA の式っていうのは、i c が AC の式も直線 MA の式も同じものですね。 直線 MA の式を出せば自然と直線 CA の式になります。こちらの方が直接的なので、こちらを先に出してみましょう。直線 AC の式を求めます。直線 AC、イコール直線、うん、直線 AC と直線 MA は同じものを表している。これぐらい書いておいた方がいいでしょう。直線 MA なので、直線 AC の方程式を、 Y A 使うのやだねここで求めた A があるんでしょうがないんで M を使おう。MX プラス N とする。で2つ座標が与えられているので、えー、まあみんなあっちだよねあの連立方程式で出す方が好きでしょうけど計算力つけるというかこの辺の理解を深めるためにはやはりあの傾き先に読み取る解き方をマストしておいた方がいいです。今紹介します傾き傾きっていうのは変化の割合で変化の割合とて何だったかな そう、パッと言えるようにね。X の増加量分の Y の増加量。一時方程式の場合は直線です。変化の割合が一定なので直線になります。この一時方程式上のどの点、直線上のどの点からどの点を調べても変化の割合一定です。ですから M から A の変化の割合を調べてみましょう。 式にすると大変です。見た目で答えてください。変化の割合、X の増加量の Y の増加量。えー、座標だけ見て、1から5までなので、M から A まで、X が4増えている間に、Y は5から4なので減ってますね。減ってるので、全体にマイナスつけて、えー、どんだけ減っているかは5-1で1。マイナス4分の1。いいね。もう一回説明するね。傾き、ここから読み取るんだ。X の増加量分の Y の増加量。 <music> x が1から5まで4増えてる間に y は5から4まで1増えてるマイナス1増えてると考えて、えー、この直線の傾きは m イコールマイナス4分の1これ傾きがマイナス4分の1とは分かったのでマイナスあこれちゃんと書いておけばいいねするで m の座標が1.5で a の座標が5.4これ見て考えてもいいし1から5まで4増えててその間に5から4まで1増えてるって えー、マイナス4分の 1x プラス n。あとは n さえ求めればいいので、この n にどちらかの点を入れてあげましょう。こっちにしましょう。x が1のとき、y が5です。5イコールマイナス4分の 1x プラス n。えー、分数になってしまいましょしょうがないです。えー、無理せず、ん待ってごめんごめん。マイナス4分の1、x に1を入れてからマイナス4分の1プラス n だね。えー、無理せず、両辺を入れ替えて、マイナス4分の1プラス n イコール5。 4分の1、マイナス4分の1をこっちに移行します。ついでに5を4で通分しておきましょう。4分の4をかければいいので、4分の20、足す4分の1で、n イコール4分の21。よって、直線 A c の式はこの n が分かったので、y イコールマイナス4分の 1x プラス4分の21と分かりました。あとは、この a を求めます。a の値を求めます。a の値を求めるために c の座標を求めましょう。c はこの直線、c もこの直線上の点です。 この直線上で x が、x はマイナス3の点です、えー。y 座標はこの式に x イコールマイナス3を代入してあげれば求められ,られます、えー。これに x イコールマイナス3を、3を代入。どうなるのかな ?y イコールマイナス、あ、マイナス1からプラスで4分の3たす4分の21、えー、4分の24。あ、割り切れた。 y イコール6よって c の座標は c の矢はマイナス3.6と分かりましたあとは y イコール ax 上に点 c マイナス3.6があるのでこの式において x がマイナス3の時 y が6という意味です代入してあげて y に6を入れて a かけるマイナス3の字は9、えー、無理せず両辺繰り返して 9a イコール6 両辺を９で割って、ａ イコール９分の６３で数分して、ａ イコール３分の２と求められました。これで回答になります。別解を紹介しておきます。ちょっと手間かかるけどこっちの考え方の方が有効というのは有効なんだよね。まず、うーんとね、ｃ の座標、ｃ の座標を ａ を使って表しましょう。 C は、この y イコール AX 上上において、X がマイナス3のときなので X、X マイナス3を入れて、マイナス 3× マイナス3で9なので、マイナス 9A。こういうにまときに求められますね。で、ここで、これでこの3点あります。この3点があって、ここ C だけど、CM の傾き、MA の傾き、あるいは CA の傾き、すべて同じ直線なのに一致してますよね。傾きが一致するはずです。 よって、普通まあ、この場合、CA の傾きイコール、MA、こういうふうにしてもらえな MA の傾きより。CA の傾きイコール、MA の傾きより。えー、CA の傾きは、X の増加量分の Y の増加量。マイナス3から5まで増えてるので、ここから5まで3で、ここから5まで5なんで、8増えてるね。いいね。8分の X の8分の。 で、9a から5まで。これ、まあ、上下関係で減ってるとわかるので、全体にマイナス付けて。で、どんだけ減ってるかは、この、y 座標だけ見て、9a-4。このマイナス8分の 9a-4。これが ca の傾きです。で、これが ma の傾きと一致します。ma の傾きはさっき出したからもう一度。えー、1から5まで4増えてる間に、えー、減ってるのでマイナスね。どんだけ減ってるか引5-4で1。こういう式になります。えー、っと、両辺にマイナス1かけてこうなって、で、分母を張りたいから両辺かける8。 これによって9 a 4イコール2となって 9a イコール6から a イコール3分の2と同様に出ます。であとはまあ直線の式を求めない人だからさっきの解き方と同じですね、まあ、こういう傾きからも求められるってことをこれも一つあの使える武器として練習しておいてください。